ただいまご紹介預かりました山形銀次です。南こうせつさん、ゆきおさん、おめでとうございます。こうせつとはソルボンヌ大学で天文学部で一緒だったんですけど、僕はずいぶんいろんな人知ってるけど、こんな楽しい人知らなかったわけで、もうこうせつと会っていつもお話しするのはいつも冗談ばっかしてね、真面目な話したことないんですけど、お互いに冗談を言いながらもお互いに認め合ってる部分はあったんじゃないかと思うんですけど、どうぞこれからもお幸せに一つよろしく。それでは、なんか例のアドリブでやらせていただきます。俺の時とあんま変わんねえな。あ、それは俺の時もやったんだけど、ゆうやん時はやらなかったからね。ここはヒルトンの銀の間。南こうせつと生代さんの結婚披露パーティー。おめでとう。皆さんで一緒に僕の真似をして歌ってちょんぎり。おめでとう。はい。おめでとう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 。こうせついくよさん末永く。はい、どうも、亀梨さん、ありがとうございました。新婦がお色直しを済んだようでございます。はい、そろそろ用意はいいかな。皆さん、新婦のですね、このか、はい、OK です。では、お色直した新郎新婦、お迎えください。はい、拍手でどうぞ。はい、うわ、もう、当日はね、非常に暖かい雰囲気に包まれておりましてね、もういい友達とか、それからみんな集まりましてね、本当にいい結婚式だったんですけどね、もう、いつもはその、どちらかというと、出しゃばってくる南こうせつが、この日はもうなんかすごい引っ込みで、もう照れっぱなしという感じでございましてね、この日来てたのは、仲人をやった吉田拓郎と奥さんのおけい、それから、泉谷しげるさんと奥さんと、それから子供、それから、遠藤健二、それから高田渉君、杉田二郎君、それからオフコース、バズ、猫、逸川真由美、リリー、香川亮、それからチューリップの財津和夫君、それからバッドボーイ、それから、岡本治美さん、及川光平、小室仁さん、これが奥さんとまた子供を連れてきましてね、それからね、南こうせつと幸男さんも来てたんだけど、そんな感じでね、もうなんかね、すっごいね、なんかね、もう、僕はね、歯がね、痛くてしょうがなかったんだけど、でもね、なんとなくね、こう、ほんわかしたムードで、ね、とってもいい結婚式だったんですよね。拓郎なんか、仲人で、黒の三つ揃い着てたんですけど、途中で人パンに着替えたりなんかしてね、もう、あれだったんですけどね、もうそれぞれみんな、いろいろお祝いの歌を歌ったり、それから祝辞を述べたりしたんですけど、これを全部お聞かせしたいという気持ちなんですよね、本当はね。ですからね、この模様は2日間にわたってやっちゃおうかと、明日もやっちゃうつもりですからね。今度はね、仲人の拓郎がやったわけでございますけど、これをちょっとちらっと聞いてみましょう。お色直しをいたしまして、もう、やってらんないと。勇気がしてきたので、着替えましたが、猫ちょっと一緒にやります。
自分の結婚式ではコマーシャルソングしか歌いませんでしたけども、今日は少し本格的な音楽に取り組んでみようと、ムッシュなどはなんとどこの結婚式行ってもあのコード進行で 何月何日しか変わっておりませんで、もうあとは全部同じでありますが、私本格的に音楽に取り組む人間としてはああいったプロは許せない、本当のプロの真髄を発揮します。いやコーラスは必要ない、演奏してもらいたい。君たちのコーラスは良くないから全然。今日はオフコースバッドボーイのコーラスを聞いて分かっただろう、自分たちでなんと自分たちのコーラスは良くないんだということが分かったはずだから、コーラスとしては あまり必要性を感じていないので、バックに回ってもらいたい。早くセッティングしなさい。それでは、地下鉄に乗ってこういった曲を一つ、なんか神田川に比べて過去の栄光を追いすぎかもしれませんが少し、来年はそうはいかんから。そんなに上手くないんだから簡単にしなさい。さほどのことじゃないんだから、別に本気で聞いてるやつは嫌しねえよ。しかし僕は本当に泣くのなんだろうか。じゃあ、 田口はここにいてくれ、時々歌が間違うから。いいんだよ、そう、はい、ここにいてよ、ちょっと歌時々分かんねえから。行くぞ。君たちはいつもやってる曲だから簡単にできるだろうが、僕はめったにやったことない君なので、ワン、ツー、スリー、フォー。ねえ君、何を話してるの？だからさ、聞き取れないよ。まだだよ。ねえ君、もう降りてしまおう。